今日のお題は緑の日だよ。5月4日だよね。でも調べてみると緑の日は元から5月4日だったわけじゃないんだ。元々は何日だったの？2006年までは4月29日だったよ。なんで2007年から日付が変わったの？それに関しては緑の日ができた頃に遡るんだけど、4月29日はもともと昭和天皇の誕生日で祝日だったんだ。でも昭和が64年間続いたことで、すっかり4月29日がゴールデンウィークの中の1日となったんだよね。だから4月29日を昭和天皇が自然をこよなく愛したことから緑の日としたんだ。でも祝日法の改正で29日が昭和の日となったから、国民の休日であった5月4日に移動したんだ。つまり5月4日に縁あるわけではないんだね。